こんにちは、フットボールレディオの松です。今回からですね、自己紹介の方をですね、フットボールレディオの松という形で、自己紹介させていただくことになりました。今まではですね、松はいつも一人の松ですと、自己紹介の方させていただいたんですけれども、チャンネル名が変更したということもありますので、しっかりと自己紹介の方も変更しようと思い、こういった形になりました。なので、すでにチャンネル登録してくださってる皆さん、たくさんラジオの方を聞きに来てくださってる皆さん、これからも、よろしくお願いいたします。では早速企画の方に入らせていただこうかなと思うんですけれども、まずはですね、2022-2023シーズンの夏の移籍マーケットがつい先日終了いたしました。本当にね、長い期間の間移籍の情報の方をね、たくさん追わさせていただいて、ラジオの方もたくさん投稿させていただきました。まあ、1年後ね、振り返ってこのラジオを聞いたときに、あ、1年前こういった移籍情報出てたな、あ、こういった移籍が確かあの時噂だってたなっていうのがね、また振り返られればなと思って、まあ、投稿させていただいたっていうこともあるんですけれども、まあ、本当にね、まあ、様々な感情が動いたり選手も動いたりと、まあ、とにかく興奮した移籍マーケットが終了したということで、まあ、これからはね、リーグ戦により集中して、試合の方を見れることもできますし、選手もね、そういった惑わすことっていうのも基本的にはもうなくなってくるので、また面白いね、状況になってくるなとは思うんですけれども、今回はその中で、私の心のクラブ、まあ、2つあるんですけれども、マンチェスターユナイテッドとそしてバイエルミュンヘン、そして今回はそのマンチェスターユナイテッドの、夏の移籍市場をもう一度振り返ろうじゃないかということでこのラジオを収録することにしました。どういったお話をするのかというと、もちろん補強した選手だったりとか放出した選手っていうのをまた軽く触れさせてもらったりとか、こういった選手が過去に噂立ってましたよねっていう噂をね、ちょっとまたお話しさせてもらったりとか、まあ、現状のスカットについてまたお話しさせてもらったりとか、あとは個人的願望的なところをね、この先のマンチェスターユナイテッドに叶えてほしい個人的願望のところをまたお話ししようかなと思ったりもしてます。はい、では早速始めていきます。まずですね、マンチェスターユナイテッド、まあ、2022-2023 シーズンの夏の移籍マーケットで、合計6選手取りました。アントニー、カゼミロ、マラシア、エリクセン、リサンドロ・マルティネス、ドゥブラフカ、この6選手ですね。この選手たち、取った選手たちっていうのはですね、非常に、素晴らしいと思います。というかね、全員即戦力になってますよね。まずアントニーに関しては、僕がこのラジオ収録している時点ではまだ試合には使われていないし、獲得が発表されて間もないっていうこともあるので、まあ、即戦力と言っていいのかっていうところは確かにあるんですけれども、まあ、間違いなく戦力にこの先なってくれるでしょうし、カゼミロに関しても、まあ、後半からの途中出場っていうのが今のところ基本メインにはなってるんですけれども、エリック・テンハグもね、記者会見というかね、公式のそのインタビューのところで、カゼミロを起用しない理由はっていうところで、まずはこのプレミアリーグっていうリーグに、まず移籍してきたばかりだし、こう環境に慣れるっていうところでまずはベンチスタートから始めてるっていうことだったので、まあ、なるほどねと、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々も、まあ、理解されたというかね、あ、そういうことだったのかってね、まあ、皆さんが思ったと思います。でマラシアだったりとかエリクセンだったりとか、まあ、特にマラシアはね、プレシーズンから参加していますし、コンディションもしっかりと整った状況でプレミアリーグに初挑戦ということなんですけども、しっかりと戦ってくれてます。でエリクセンに関してはプレシーズンは一緒に戦っていることはあまり多くはなかったんですけれども、フリーで移籍してきて、もう今やもうマンチェスターユナイテッドにとって欠かせない、選手になってます。まあ、アシストだったりゴールっていうのは今のところまだ残していないのかなっていうところはあるんですけれども、数字面以外のところではね、まあ、とてつもない貢献をしてくれていますし、もともと得意としているトップ下だったりとか右サイドっていうところではなくって、インサイドとかね、まあ、そういったところではなくってダブルボランチの一角っていうところでプレーしてる、一列低いところでプレーしてて、あのクオリティを発揮してくれているというところもあるんですけれども、その中でまあ本当に非常に素晴らしいパフォーマンスをしてくれてるということで、まあ、本当にね、もうみんな大好きになってるんじゃないですかね。もう本当に素晴らしいです。でリサンドロ・マルティネス、まあ本当にね、素晴らしいの一言だと思います。まあ、ある程度お金はかかったんですけれども、本当にこうマンチェスターユナイテッドの最終ラインに足りなかった魂、こう戦うっていうところがね、
姿勢もそうだし現れてますし、チームメイトに好影響をめちゃめちゃ与えてくれてますよね。いっぱい今までこうマンチェスターユナイテッド最終ラインいろいろ取ってきましたけれども、間違いなく過去一、特にファーガソン退任以降は間違いなく最高のセンターバックの補強になっていると思います。まあ、身長が低いところがどうなんだとかね、まあいろいろ言われたりしましたけど、もうそこを正直ね、もう気にしないぐらいのクオリティをチームにも与えてくれてるじゃないですか。ね、それこそね、こう最終ラインの誰かがいいパフォーマンスするとお互いを称え合う感じの、あのね、こう魂の叫び合いみたいな感じのシーンとかってめちゃめちゃ気持ちよくないですか、サポーターとして。もうね、あれをこう見てるとね、うわマジでも最高だなと、このチームマジ最高だわってやっぱ思うしね、こうリサンドロ・マルティネスがそれを与えてくれてるって思うと、いやー本当にもう気持ちがいいんでね、本当にもう最高です。でドゥブラフカに関してはまだプレーを見れてないし、補強の方も決まったばっかりなので、これからね、まあ、試合を見れたらなっていうところではあるんですけれども、まあ、セカンドという形でねスタートにはなりますけれども、非常にまあ嬉しい限りでございます。はい。で、まあ、こういった選手をまあ取りましたよと。でちなみに移籍金の方なんですけれども、アントニーがだいたい130億から140億近くと言われてて、まあ、カゼミロがだいたい、まあ結構ね報道によって変わるんですけど、まあ、90何億プラス、まあ、ボーナスみたいなものが含まれて100ちょっとぐらいみたいなこと言われてて、でマラシアがだいたい23億ぐらい、25億とかその辺って言われてて、エリクセンがただフリーですね。でリサンド・マルティネスが80億ぐらいで、ボーナスも含むと若干高なったりするのかなって感じで、でドゥブラフカがね、ローンで移籍で1年間のローンなんですけど、だいたい3億円ぐらいで、まあ条件面に応じてこうパフォーマンスレベルとかに応じて、その移籍金が10億円に跳ね上がるという形みたいです。なので、まあ、大まかに見積もってもだいたい350億ぐらいから360億ぐらいの中で、まあ、移籍金を使ったということで、でアントニーは今回の移籍史上最高額なんですよね、全てのクラブの中でも。まあ、確かに大きなお金を使ったとは思います。マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の中にも、いやちょっと高すぎたんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思います。実際僕もね、正直ねここまでかかるとは正直思ってなかったっていうところが本音でありますので、まあ、できれば110億ぐらいで取れればなっていうところはあったんですけども、まあ、でもね、取り逃さないよりかは、ありがたいですし、マンチェスターユナイテッドにとって間違いなくね、まあ、一番必要な人材のポジションでもあったので、個人的にはね、まあ、取れたことを御の字と、まあ、思うべきなのかなと思ってます。で対して、まあ、出ていった選手ってなると、まあ、バイリー、マルセイユ、カバーニ、バレンシア、リンガード、ノッティンガム、ディーン・ヘンダーソン、ノッティンガム、マティッチ、ローマ、ポグバ、ユベントス、ハンニバルが、バーミンガム、アレックス・テレス、セビージャって感じですかね。あとはマタとリー・グラントがまだ未定という形で、でマタはですね、アメリカメジャーリーグフットボールだったりとか、まあ、その他のリーグから結構声をかかってるみたいなんですけど、本人の意思が何やらヨーロッパ、トップレベルでのプレーをしたいということみたいなので、まあ、トップリーグですね、まあ、ビッグクラブにこだわることはないんですけど、まあ、4大リーグと言われるようなクラブの、まあ、クラブでプレーしたいっていう意思があるみたいなので、現状まだ決まってないみたいです、僕がこのラジオ収録してる時点ではね。だからユナイテッドは今回の移籍市場で正直資金はあんまり得てないんですよ。ほとんどフリーで出て行ってしまったりとか、まあ、ローンで移籍したりとか、まあ、そういったことが多かったので、本当はねポグバとかである程度資金取れたらなって思ってたんですけど、やっぱりこうフリーで出ていかれたんでね、もうどうしようもないっていうこともあったし、まあユナイテッドも契約延長のオファーを出さなかったっていうところもあったみたいなんでね、まあ、年俸のところとかもいろいろあったんでしょうけれども、まあ、でもポグバも残ってたらね、まあ、中盤がめちゃめちゃ人材豊富すぎてどうすんねんっていう話に確かにはなってたんで、まあ、それはそれでっていうところはあったんですけれども、でもポグバはね左で使えたりもしますからね、そこはそこでまた残してたら面白かったのかなって思ったりはしてましたし、実際マンチェスターユナイテッドのねラジオとか投稿させていただいている時にコメント欄とかでポグバが残ってたらまたね面白い使い方できたんじゃないですかねっていうね、視聴者の方からの、まあ、コメントもいただいていたので、やっぱり視聴者の方々もそう思われてたんだなって思うとね、嬉しい限りでございます。やっぱりこう同じね気持ちを持ってる方がいるってやっぱ嬉しいですから、はい、そんな感じで、移籍と、放出、まあ補強とかも、過ごしていましたよっていう形でした。で
結局取れなかったんですけど、まあ噂がよく出てた選手はやっぱフレンキー・デヨング、もうバルセロナに残留が決まりましたし、あとはまあシェスコね、まあユナイテッドのサポーターの方々もね、もう取りに行きたい取りに行きたいって思ってる方も多かったと思います。ただまあ彼も、まずはもうザルツブルグからもう来年の夏にまずはもうライプツヒにステップアップするということを決めました。なのでライカも取れません。はい、まあハーランドもね、もともとこのザルツブルグから退団するときに、まあ、ユナイテッド含め多くのビッグクラブから声かかってたんですけど、まずこう成長する場としてドルトムントを選んでますから、シェスコもまずはこう大きな舞台にいきなり行くっていうよりも、まず成長っていう時間もしっかりと作ってくれて、環境も整えてくれるドイツっていう場所を選んだんだと思います。まあ、彼にとっては賢い選択だったと思います。彼のことを考えるとね、もちろんマンチェスターユナイテッドに来てくれたらっていうのは思ってたんですけど、やっぱり選手のキャリアっていうのは一生に一度ですから、その一生をね、まあ、棒に振らないようにも、着実に一歩ずつ、ステップアップしていくっていうことを選んだんで、多分ねライプツヒへの移籍を選んだんだと思いますね。まあ、ライカですけど、はい、あとは、まあ、コーディ・ガクポね、彼のラジオも投稿したりしましたけれども、まあ、最終的にはもう、PSV 残留かな。リーズへの移籍とかも噂立ってたんですけど、多分もう決まってないですよね。マンチェスターユナイテッドもね、いずれ彼を取りに行くかもしれないですけれども、まあでもまずはアントニーをファーストチョイスとしてマンチェスターユナイテッドはもうターゲットとして決めてたので、彼はもう1シーズン、まあ、オランダで、まあ、プレーして、まあ、もう一度磨きをかけて、マンチェスターなのかまた別のチームなのか、はたまたリーズなのか、まあ、どこに行くかは分かりませんが、多分ライカには多分移籍はしてると思います。あとはラビオね、まあ、ユベントス残留が決まりましたけれども、一時はねラビオのお母さんがマンチェスターに来て、まあ、アタフとちょっと会談をしたんじゃないかみたいなね、まあ、報道が出たりとかもしてましたし、実際多分近くね移籍の方も近くなってんじゃないかなみたいなことも思ってたので、まあ、ラジオの方も投稿させてもらったりしましたけれども、まあ最終的にはね、まあ、金銭面のところで折り合いがつかずっていうところで、まあ、交渉は決裂ということで、まあ、ユベントス残留ということでね、まあ、ユベントスでは結構もうここ最近でも試合にも使われてるんでね、まあ、ユベントス残留でいいんじゃないかなと思います。で、まあ、デストはミランに決まりましたね、最終日にね、ワンビサカが出ていくんだったらもしかしたらデストとかね、まあ、ドルトムントのムニエとかどうなんだみたいな話は出てたんですけれども、まあ、最終的にはデストはね、ミランに移籍ということに決まりました。で、あとはまあデパイね、ユナイテッドもしかしたらみたいなことはあったんですけど、まあ、本人もね、デッドラインで最終日に、まあ、ツイッターで、公式的に、まあ、自分のね、コメントで出してましたけれども、バルセロナに残るということを、コメントしてますので、バルセロナで戦うと、まあね、ユナイテッドに来てくれたらねトップでも使えるし左でも使えるんでね、まあ、ありがたいなって思ってたんですけど、まあ彼自身がねバルセロナを選んだのであればもうそれ以上ねこっちはもう言うことはないですからね。あとはね、まあ、クーニャとかちょっと出てましたね、アトレティコマドリードのね、まあ、個人的にはね、まあ、取れたらいいんですけどセカンドトップみたいな役割なんで、ツートップやっていくんだったらいいと思うんですけど、ワントップをやらせるならちょっと物足りなさがあるんで、ね、やり方変えなければならないなっていうのはあったんでね、テンハグが本当に求めてるのかっていうところはちょっとハテナマークではあったんですけれども、とは言ってもハードワークができる人材だったんでね、まあ、取れたらまあいいんじゃないかなっていうところだったんですけど、まあ、アトレティコマドリード残留ということ、まあね、ジョアン・フェリックスとアルバロ・モラタっていうツートップが多分今メインになってると思うんですけど、まあ、そこのね特にまあジョアン・フェリックスかな、ポジション争いするのはちょっと今ジョアン・フェリックスねパフォーマンスめちゃめちゃいいんでね、ちょっとなかなか奪うのも難しいっていう状況になってきてますけど、まあでもね頑張ってもらえたらなと思いますね。はい、ぐらいですかね、まあ、よく噂立ってた選手ってなってくると多分この辺りになってくるのかなと思うんですけれども、まあ、とにかくユナイテッドからすると多分本当はフレンキー・デヨングをあと1人取りたかった、ここを本当は取りたかったと思うんですよ。ただまあね、まあ、うまく交渉がまとまらず、本人の意思もバルセロナ残留っていう意思が固くっていうところもあったので、まあ、最終的には決まりませんでした。まあ、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々は、まあ、それぞれ皆さんそれぞれに多分思ってることっていうのがあると思いますけれども、我々のね、心っていうのは間違いなくマンチェスターのためにプレーしてくれる選手のために送る声援だと思うので、マンチェスターが強くあるためにマンチェスターが強くなるために、まあ、戦ってくれる選手来てくれる選手を全力で応援することだと思うので、
まあ、フレンキー・デヨングはフレンキー・デヨングで、バルセロナで、まあ、頑張ってもらえたらなと思いますね。はい、といった感じが、まあ、夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが行った移籍の情報、だったりとか噂だったりとか決まったことだったりとかいう形ですね。はい、で、まあ、過去にもお話はしたんですけれども、取った選手たちを踏まえて、まあ、どういったところを、まあ僕がマンチェスター・ユナイテッドに望んでいるかっていうところになるんですけれども、まあ、エリック・テンハグっていう指揮官の特徴を考えると間違いなくフォーメーションは 4-2-3-1 と 4-3-3 をベースに戦っていくと思うんですね。でそれは別にまあね、監督それぞれの個性があるしやり方があるんで別に全然問題はないと思います。で、まあ、4-3-3 を選択するってなってくるとね、まあ、ゴールキーパーはまあデヘアなのかドゥブラフカなのか で、フォーバックはまあ基本的には右はもうダロト。ダロトがねめちゃめちゃ良くなってきてるんですよここ最近。皆さんもそう思いません？守備の局面もね体張れるようになってきたし、クロスもねやっぱ見てるとこどんどん良くなってるんですよ。まあ、もともと良かったんですけど、昨シーズンちょっとねクロスの質があんまり伴ってなかったんですよ。まあ、自信がなかったからなのか分かんないですけど、でも今季はねやっぱキックも上手いのちゃんと提供してくれてるし、パフォーマンスめちゃめちゃ高いんで彼右もファーストチョイス でセンターバックはまあバランとリサンドロ・マルティネスも鉄板でしょ。で左はもうマラシアとルークショーで回していったらいいと思うんですよ。で 4-3-3 のアンカーになると間違いなくもう風見ろでしょ。でインサイドなんですけど、ここがね結構迷いどころで、エリクセンは定番で絶対必要なんですね僕の今の評価だと。でブルーノがちょっとここ直近ちょっとパフォーマンスが落ちてきてて、まあ、キックも伴ってないんですよ。こうやっぱりこうねブルーノ・フェルナンデスって言ったらやっぱり移籍加入当初の印象ってやっぱ皆さん強いじゃないですか。でもやっぱりあれの頃と比べるとやっぱちょっとパフォーマンス落ちてるんですよね。なのでここは一回こういろんな選手を使って併用していくっていうことを考えると、もちろんブルーノを使える状態だったりとかするんだったら全然使ったらいいと思うんですけど、ファンデベーク使うのも全然いいと思うし、フレジを使うのもいいと思うし、マクトミネを使うのもいいと思うしね、まあ、このあたりで併用していってもらえたらなって個人的には思うし、で右はまあアントニーとをまあベースに考えて、でサンチョも時折右で使ってみたいなことを考えて、で左は、まあサンチョベースでラッシュフォードもたまに使いながらで、まあ、マルシャルも計算して、でトップは、まあ、ロナウドとマルシャルで考えていったらいいんじゃないかなと、まあ、思うんですね。まあ、今はラッシュフォードトップで使われてますけれども、まあ、ラッシュフォードに対しての評価はねもう常に日頃からラジオの方で投稿で話させてもらってるんで、もうあまり話すつもりはないですけども、まあ、これがベースかなと。はい、4-2-3-1 になるとね、マクトミネとカゼミロのダブルボランチもめちゃめちゃ魅力的なんですけど、普通に考えてセレソンのダブルボランチのフレジとカゼミロのダブルボランチもめちゃめちゃ見たくないですか。だってブラジル代表のスタメン2枚ですよ。2枚、もうチッチがめちゃめちゃ信頼して使ってますからね、この2枚を。これをユナイテッドが使えるってめちゃめちゃ贅沢ですから、この2枚のダブルボランチも見たいですけどね。ね、でトップ下エリクセンとかね、まあ、ブルーノでもいいけど、いやできること増えましたねユナイテッドね。ほんと起用法でいろいろ使えますからね。本当に楽しみが多いなって感じですね。もちろんまだまだね伸ばさなければならないところっていうのはまだまだあるし、チームの完成度っていうのもまだまだ物足りないっていうところはたくさんあるんですよ。あるんですけど、やっぱり今のこうマンチェスターユナイテッドのパフォーマンスを見てると、やっぱある程度整ってきてるところっていうのも感じるし、選手の成長っていうのもね少しずつ感じてるところはあるので、本当はねここにねグリーンウッドがね関わってきてくれたら嬉しいし、テンハグの下でねグリーンウッドがどういう風に使われるのかってめちゃめちゃ気になるんですよ。本当にやっといい指揮官が来たんで、マンチェスターユナイテッドにね。だから本当にこの状態の時にグリーンウッドがいてくれたらなーって、多分もうマンチェスターユナイテッドのサポーター皆さん思ってるでしょね、え本当に今いてくれたらなって思うんですけど、本当にどうなるかわからないんでね、まあ、帰ってきてほしいですけどね個人的にはね。本当ね、同じチームというか僕がもう一つ応援してるねバイエルンに、まあ、ムシアラっていう選手がいるんですよ。まあ、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、この選手ね最初出てきた時って、まあ、後半から出てきたりとか
もともとこうチェルシーからのチェルシーユースで育った選手なんですけど、ちょっと荒削りなところがあったりとかしながらも、こうドリブルとか突破力だったりとか、ちょっとこうぬるぬるっとしたドリブルをする選手なんですけど、もう今やね、もうバイエルの中心なんですよ。もう欠かせない人材に今なってまして、まあうまいんですよ。フィニッシュワークもうまいし、ドリブルでも抜けるし、ボールもあまり失わないし、共有力も高いみたいな選手になってて、だからこういった存在にグリーンウッドもなってほしいんですよ、マンチェスターユナイテッドで。だからそれこそラッシュフォードにめちゃめちゃ失礼なんですけど、ラッシュフォードがもしこの先このまま変わらないんだったら、僕はグリーンウッドに10番を背負ってほしいんですよ。あの両足蹴れるキックとシュート精度と、共有力っていうのはめちゃめちゃ魅力的だし、まあ、体がねまだ出来上がってないのかなっていうところはあるんですけど、ちゃんとこう体も仕上がってきたりするとね、まあ、本当にこう第2のファンペルシーみたいになってくれると個人的には思ってたんでね、まあ戻ってくるか来ないかは分からないですけども、まあ、そういった選手もいますよと。でね、まあ僕の完璧な願望になるんですけど、めちゃめちゃ願望になるんですけど、中盤めちゃめちゃ人材豊富じゃないですか、ね、だから誰かをコンバートして中盤で使う必要って正直ほとんどないんですね。でも例えば 4-3-3 のシステムでカゼミロが例えば怪我でいなくなるとか、まあ、ちょっとコンディション的にとか、まあ、過密日程の中で彼を使わないけれど 4-3-3 のシステムで戦いたいみたいなことになった時に、できればなんですけどリンデロフをアンカーで使ってほしいなってちょっと思うんですよね。多分できなくないと思うんですよ、彼だったら。マグアイアだとちょっと厳しいんで、まあ、リンデロフで、彼フィード出せますし、こう守備力もねそこの位置だったら全然十分すぎるほど能力持ってると思うし、判断も別に悪い選手じゃないんで、それこそ、可変型みたいなことを使っていくときにセンターバック開いて中央に降りてくるみたいなこともできるじゃないですか。リベロ的な役割も担えるんで、リンデルフをアンカーで使ってもらうのも面白いんじゃないかなっていうのも思うし、ここ直近はあんまり使ってないんですけど、まあ、偽サイドバックマカーみたいな形でサイドバック内側に絞らすような形とかもね、どん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 試していってほしいなっていうのも思うし、あとはテンハグにめちゃめちゃ求めてることはラッシュフォードが良くなることの改善を手伝ってあげてほしい。もう今の状態だと本当に厳しいんですけど、本当にね能力というかそのキックとかはすごいですから、やっぱそのスピードとかインパクトはね、あれをこうよりこう活かせるような状況に、まあ、テンハグだったり、まあ、コーチ陣だったりとかが指導してくれたらなっていうが、まあ、願望があったりとか、あとは、まあ、冬のマーケットの時に、まあ、取ってほしいというか、まあ、欲しいポジションになってくるんですけど、やっぱりもしワントップのところで、まあ、物足りなさみたいなところで、まあ、ロナウドも当然、ね、ヨーパ、ロッパリーグで多分プレーしてくれるか正直わからないんで、ね、よりこうワントップとして安定してるようなフォワードが欲しくなったりしたら、まあ、そこに新たな選手取ってほしいなって思ったりもするし、ね、まあ人材はねやっぱ十分すぎるほども取ったし選手はいるんで、まあ、あとはテンハグの采配と、選手それぞれの個人個人がちゃんとチームに好影響を与えられる動きを行えるかっていうところにはなってくるんですけど、ね、マンチェスターユナイテッドここ直近やっぱり結果は出てるじゃないですか、まあ、内容はどうあれね結果は出てるんで、まず結果を継続しながら、まず来シーズンチャンピオンズリーグ圏内を取れるんだったら、まあ、取りに行くような方向でね、まあ、目指してほしいし、当然ねチャンピオンズリーグに出たらね来てくれる選手もやっぱ変わるしね、てかね取ってる選手は正直もうチャンピオンズリーグに出ててもおかしくない、出てるっていうことを持ってて来てくれるような選手たちばっかり来てくれてるんですけど今季、だからほんまにテンハグ様々なんですけど今回の移籍に関しては、だってリサンドロ・マルティネスとかアントニーって多分エリクセンとかもそうかもしれないけれども、正直テンハグがいなかったら来ないでしょ絶対、そうでしょ絶対、だってリサンドロ・マルティネスなんてあれでしょ、テンハグがいるから来てくれたようなもんでしょ確か、で もしかしたらアーセナルに取られてた可能性だってありますからね、いや本当にテンハグ様々だなって本当に思うんですけど、まあ、とにかくマンチェスターユナイテッドにとって一番いい指揮官を今迎えられたと思うので、まあ、開幕2戦ね、まあ、残念な結果に終わりましたけれども、
まずはもう結果を出していくことと、選手起用のところと、あとはもう相手のやり方に応じた使い方を変えていくこと。やっぱりハイプレスを仕掛けてくるってなってくるとね、背後の動きでよりこう明確な動きを出せる選手をやっぱ使っていくべきだと思うし、押し込んだ状況でもちゃんとこうボックス内に仕事をできる選手を使っていくべきだと思うし、まあ、全てにおいてってことですね。能力をちゃんと発揮できる選手はやっぱ使ってほしいですね。はい、ってな感じですかね、僕のまあ願望っていうところになってくると、ね、まあもちろんローンで出ていった選手もたくさんいますし、まあ、バイリーとかアレックス・テルスもローンだしね、ディン・ヘンダーソンもローンで出ていってるんで、ね、ライカには戻ってきて、まあポジションを奪うみたいなことも現実的にありえますしね、だからまたユナイテッドの、スタメンっていうのがどん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 入れ替わっていくと思いますけれども、マンチェスターユナイテッドにとって一番目指すべきところっていうのは、まずはもうプレミアリーグのタイトル、もうチャンピオンズリーグのタイトルももちろん目指したいけれども、まずはもうプレミアリーグのタイトルを目指すべきだと思うので、まずはリーグ戦通してまず安定した結果を出し続けるチームを作り上げることで、その先で、まあ、チャンピオンズリーグの舞台を取りに行こうと、トロフィーを取りに行こうっていう感じだと思います。はい、でもそれを叶えられるだけの戦力を持ってるし、またこの先ライカとかまた来てくれると思うし、まずは天白を切らないこと、まあ、切ったとしても、まあ、あんまり考えたくないですけど、ちゃんと次の監督の人生もちゃんとすること、まあ、現状考えられないですけどね、天白を切るっていうことはね、てかもう切ったらもうさすがにやばいですけどね、はい、といった感じで、今回の、まあ、企画は以上になるんですけれども、まあとにかくね、移籍市場が終わったということで、まあ、最初にもお話ししましたけれども、まあ、リーグ戦に集中できる、時間を、まあ、迎えられるのでね、選手にとっても我々にとってもね、こう常に情報を追うことっていうのが、まあ、あまり多くはなくなってしまうのかもしれないけれども、まずはね、試合で結果を残してもらうこと、そこがね第一になりますから、まずはねもう全力で、マンチェスターユナイテッドを応援してサポートしていけたらなと思っております。はい、ということで以上でございます。本当に、今シーズンの夏の移籍市場、たくさんのラジオを投稿させていただいたんですけれども、たくさんのラジオの方にお越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。これからね、どちらかというとリーグ戦を中心にラジオの方を投稿させていただくことになるかなと思うんですけれども、ぜひそちらの方もラジオの方を聞きに来ていただけると嬉しいです。本当にこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということで、ぜひ最後にチャンネル登録と、コメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。